拙者は三木殿の兄弟子、忍び頭小西信也でござる。手紙がついている。ん、お主への手紙じゃ。はあ、三木殿を返してほしければ巻物を持ってこいと書いてあるぞ。どうしよう、巻物を渡さなきゃ三木の命が危ない。でも巻物を渡しに行ったらやれちゃう。どうしたらいいですか。まず修行じゃの。修行？うん、わしについて修行についてこれるか。はい。いいか、広木丸。はい。手裏剣、忍者といえば手裏剣じゃ。なんだそれ。相手を殺すように狙って。大丈夫か、ヒロキマル。はい。それじゃあ敵の忍者軍団に負けるぞ。何か必殺技がないとダメでござる。必殺技？そういえば、神羅極殺砲術、最悪の場合死ぬ。お主がな。修行方法。1、火遁の術。うん、火を起こす。火を起こすですか。出ないとダメ。しっかり持たんば崩れる。軽くもつけん、あのバラバラな。はい、ついたか。しました。おめえ、体が硬いの。頑張れ、大きくなって。さあさあさあ、手に入れるんじゃ。はい。手で炎を燃えたぎらせろ。はい。止めるんだぞ、目の前で。さあ来るぞ。頑張れ。お、来た。はい。もう、もういいぞ。二つ目が水遁の術。うん、滝行で己の精神を鍛えろ。滝行ですか。そうだ。やれるか。やらぬと三木殿は救えぬぞ。やります。